オズボーンの正体がわかったかもしれない。は？どうも皆さんこんにちは、世界の覇者4大好きコーネフです。こいつに呼ばれてきたバプーチンです。いや、これ多分本当、世界の覇者4のプログラムの中にオズボーン関係のがあったんだよね。マジ？一回そのプログラムを見てみようか。このエンペラーっていうやつです。エンペラーってなんだよ。エンペラーとは、皇帝や天皇とかそういう意味です。マジで？ということはコールソンは？コールソンはミニスター。つまり国家の大臣ということです。まあ、でもよくよく考えたらみんなそれぐらいは分かってそうだけどね。まあ考察うまい人だと分かってたかもね。あとゲイマンってイギリスだったんですね。あとワーグナーは見た目からしてドイツでした。そういえばウィリアムズは？ウィリアムズは国家の一番強い将軍ということらしいよ。つまりウィリアムズはジェネラルということか。そういうこと。たったこれだけの動画でした。皆さん多分大体分かってたと思うんですよ。オズボーンが皇帝だったこと。ですが一応伝えるために動画にしました。それじゃあみんなまたな。